はい、皆さんこんにちは、カムロユキです。含みレディオの時間がやってまいりました。この番組は私、河村ユキが静岡を拠点に活動する電子音楽レーベル含みレコーズから発信される音楽を紹介したり、私のユニットパグマルセンサーについて話したりと、とにかくいろいろと音楽について好き勝手喋っていくラジオ番組となっております。もう3月になりましたね。もう早いもんですよ。もう2月はね、もう28日4週間しかないですからね。もう2023年までもうあとね10ヶ月を切りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。だって私の2月の近況報告なんですけど、もうとっくに過ぎましたけど、2月27日日曜日は私パグマルセンサーの誕生日なんですよ。まあ、誕生日って言ってもライブ初めてライブをした日の、デビュー日なんですけど、初めてパグマルセンサーがライブやった日が2016年の2月の27日土曜日、静岡の草原というライブハウスで、私パグマルセンサーとして初めてステージに立たせていただくことができたんで、その日はパグマルセンサーのパグマルセンサーの誕生日としております。まあ需要があるのかわからないんですけど、まあせっかくね、パグマルセンサーとして音楽活動を本格的にしているわけなんで、記念日をつけたいなと思って、皆さん自分が音楽活動を始めた日とかって覚えてます？もし覚えてるのであれば、その日はもう特別の日にしちゃいますよ。まあ何か曲を作って、その自分が初めて音楽やった日に、YouTube とかサウンドクラウドで曲をアップロードしたりとかで、ライブ配信をやったりとか、それかもうその日一日はお休みで、好きな音楽や音楽を CD やレコードをYouTube とかで見たりとかして、もう自由に過ごす、それをねやったらいいと思います。だからもし音楽活動してる人で、自分のね初めて音楽やった日、まあデビュー日とか音源出した日とか覚えてる人がいれば祝いましょう。もう一人でもいいし、もう友達、まあバンド仲間と一緒になんか祝ってもいいし、もうもし直接会えないんだったら、もう LINE とかメールで、まあ、祝うのもいいし、なんかもうね、自分をね、表現者、一応表現者として、もう、祝っちゃいましょう。褒めてあげましょう。俺、ここまでやってきたんだっていう。で、それで、次の新しい1年を、まあ、進化と遂げたりとか、成長できる、もう飛躍できる、もうなるべくね、ペースは人それぞれですけど、まあ、とにかくマイペースにやっていこうっていう、なんかそういう希望を持つことができるはずなんで。ちなみに今年はコメダで白ノワールと、紅茶を頼んで祝おうかなと思ったんですけど、夜9時以降はまん延防止のためやってなかったもんで、コンビニ行ってハーゲンダッツと抹茶ラテを買って一人で部屋で祝ってました。いや、寂しくないよ。いつもことだから。そうそう、まあ、SNS でバンドの、本日、バンドのデビュー日でした。これから1年、もう頑張っていきますんで、よろしくお願いしますって、言うだけでも、で、ツイートするだけでも、ね、もう全然いいですし、もうこと。本当はそれやりたかったんですけど、俺ちょっと、俺がやるっていうのもなんかちょっと需要がないのかなと思って、前やったんですけどあんま反応がなかったもんで、ちょっとやめました。でその代わり僕のインスタのストーリーズに、今日はパグマルセンサーの、今日っていうか日曜日はパグマルセンサーのデビュー日ですって投稿しただけですね。だから僕はあれです、もう2月27日でもう7年目だね。早いことでもう7年目ですよ、本当に。
7年目なのにね、うん、まだまだこの現状にはまだ納得していないっていう今置かれている状況では、うん、もっともっとねちょっとね俺もねちょっと頑張らないといけない、うん、頑張ってねいい曲を作って6年目よりも活動の振り幅が広まればいいかなとは思っております。でね、その2月27日に誕生日を迎える方がいるんですよ。僕の大好きな、これ名前言ったら言っていいのか分かんない、まあ高橋理恵さんっていう声優の方がいて、あそうだ、俺その人のライブにライブというかなんかバースデーイベントが2月の26日にあった東京であったんですけど、東京って今オミクロンがすごい拡大してるじゃないですか。もう1万人ぐらい感染者が出ちゃってるもんで、さすがにねちょっとねこの状況の中で県外に遠征するっていうのはちょっと正直怖いなと思って、ちょっとねその日のもうお昼までちょっとあれこれ考えてたんですよ。ちょっと粘ったんですけど、やめました、はい行くのやめました、はい、もうねさすがにちょっとねそこまでリスクを背負ってまでは行きたくないなと思って、いやでもリエリーのイベントは行きたい、うん、すごく行きたかったけど、まあ行きたかったし、まあチケット代がねこれ7000円するんですよ、うん、一回なんかチケットピアのリセールにも出したんですけど、買ってくれる人いなかったもんで、もう自分持ちになってもうチケット代がただ紙切れになったっていううん、いや、買った時はね、もうね、コロナ落ち着いた頃だったもんで、まさかこんな状況になるとはなって思って、まあ、SNS とかで見ると、やっぱ県外のイベントを自粛していった方も何人かいたもんで、いや、まあ、これは彼はどうしようもないなと思って、まあ、そういうことがありました。うん。まあ、でもね、うん。まあ、推しに課金をしてんだって思えばもう全然もう無駄にはなってないですよ、うんうん、投資費と思って受け取ってくれやって、うん、イベントにちょっとね空席作っちゃうのちょっとね本当申し訳ないなと思って、うん、そこら辺がね心苦しいところなんですけどね。でその日が午後がちょっと暇になっちゃったもんで、もうなんかやることないなと思って、でちょうどその頃フリーキーショーでちょっと気になるイベントがあって、でなんかそのイベントなんか最近僕がよく聞いているウィンブルトン総合優勝が出てるイベントだし、あこれ行こうかなと思って静岡市のフリーキーショーに26日行きました。まあちゃんと感染対策をして、はい、いやもう2022年初めてですね、なんかイベントを参加じゃなくてイベントに行くっていうのが、はい、それフリーキーショー自体はしげさんのバータイムで 2,3 回ぐらい行ったんですけど、イベントでは結構もう 2,3 年ぐらい行ってないかな、行ってなかったもんで、あその日久しぶりにね行って音楽を全身に浴びてきました、はい。これアンナさんの イベントですね、はい、企画のイベントでパラレルウォーズっていうイベントで行ったんですけど、出演者も結構他の出演者も結構気になる人っちで、バレルスとかマッスーさんとかね、うん、あとあ平野さん出るじゃんと思って、うん、行きました、はい、いやもう結構楽しかった。なんかね4組ともね電子音楽が混ざったパフォーマンスだったんで、結構私、まあ、パグマラセンサーで電子テクノやってますけど、なんかそれと共通するものがいろいろとあって、なんか見てて楽しめたし、結構学ばさせていただいたっていうのもあったし、うん、いやよかった、いや楽しかったです本当に、もういやもう本当
やっぱウィンブルドン総合優勝は本当すごいです。本当にもう元気になりますよ本当に。なんか全力でパフォーマンスする姿を見て、いやもう本当にもう、いやもうかっこいいですよ。だってあのティータイムさんとかのあのラップ、あの MC とかなんか、ラップか、ラップとかなんか、なんかいいですよ本当に。いやなんか音も、いやもうかっこいいですよなんか。やっぱちょっと最近なんかちょっとね、俺自身もなんか不安なことだったりとか、ちょっと落ち込むことだったりとか、まあいろいろなんかマイナスな気持ちになっちゃったんですけど、まあすごく元気もらえて、ちょっとプラスになって、うん、よかったなって思いました。あの、まあ、久々にイベントに行ったもんで、結構ね、結構かなり久々に会った人たちにも会えてねえ、うん、まあマッスルさんとかあの平野さんとかね、結構コロナ禍以前に以来、あコロナ禍になって会ったことない人たちも会えて良かったし、やっぱ音楽をね、体全身で浴びるっていう行為がね、やっぱねこんなにもね、はい、今の状況から考えるとね、こんなにも楽しいことなんだなと、もう改めて実感させられて、いや、やっぱね、もうコロナがね、完全に なくなる世の中 にして、もうライブとかも気軽な感じで行けるようにしたいなっていう、なんか、そういう願いがもう強くなって、本当にね、今日、その日、東京に行く予定だったけど、うん、その日東京に行けない悔しさをね、見事にぶっ飛んだっていう、もう満足度がねめっちゃ高くなったんですよ、うん、やっぱいいな、やっぱ地方だね、うん、最終的には地方の音楽現場に励まされたなって楽しい時間ありがとうございました本当に、うん、ちょっとなんか含みレディオでちょっとね気持ちを伝えたかったんで、ちょっと声に出していました。はい、ちょっとなんかすいません偉そうでまああのパグマルセンサー誕生日前日は、まあ、そんな風に過ごしていました。はい、以上です。はい、告知します。パグマルセンサーの新曲サンバースハイウェイスイピンアウェイは Spotifyアップルミュージック等のストリーミングサービスにて絶賛配信中です。ぜひともよろしくです。それと、あの静岡狐ヶ崎からの架空のアンビエント音楽タンタンレコーズとここの含みレコーズのコラボ動画 Cold Wave が前編後編に分けて公開中です。前編はあのタンタンレコーズからアンビエントチルポップなナンバーをお届け、後編はここの含みレコードのチャンネルからダウンテンポでチルアウトできる楽曲をお届けしております。 BGM 集なんでね、あの睡眠用にさ、あの流したりとか、あの作業用の BGM 代わりにしたりとか、ね、日常にね、日常生活に溶け込めるようなね音楽 になってると思いますんでね、うん、皆さんね、ぜひともね、はい、あの日常に溶け込んじゃってください。そして気持ちよくなってくださいね、うん、やっぱ人間はね今ね気持ちいいことが大事ですかね、うん、気持ち悪いことよりも気持ちいいことが好きですもんね、うん、だからね皆さんこのラジオ聞いた後ね、ぜひともね睡眠のお供に、ね、使って気持ちよくしてください、うん、はい、今日もね含みレディオのお時間、終わりのお時間がやってまいりました。この番組は毎週水曜日の夜8時更新となっております。もしよろしければ、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。もう冒頭でも言いましたけど、もしなんか自分が音楽やった日とか、なんかデビュー日を覚えているんだったらさ、その日はもうお祝いしちゃいましょう。うん、誕生日とは別のなんか記念日みたいな、作ってお祝いしちゃいましょう。うん、そうやってね、自分の特別な日にして、
もうまた新しい1年も頑張るぞっていう、やっていくぞっていう、なんかそういうね、うん、誓いというか気持ちさせられて、フレッシュな気持ちして、そういうねフレッシュな気持ちになれるんじゃないかなと思って、心機一転ね、うん、まあ、僕もね、はい、2月28日から頑張っていきますんでね、ぜひとも皆さんもね頑張っていきましょう。はい、以上パグマルセンサーの川村ゆきでした。ありがとうございました。ね、また来週。